およそ52億の人々が暮らす開発途上国。そこでは貧困や紛争、そして災害など多くの深刻な問題を抱えています。これらの問題はグローバル化が進んだ今、食料や資源を海外に依存している私たちの生活に直接影響を及ぼすようになっています。このような状況の中で JICA は日本と開発途上国を結ぶ架け橋として、世界150以上の国と地域で国際協力を行っています。途上国の人々のために、途上国の人々自身で問題解決できるような支援を続けています。さらに海外だけでなく国内にも17の拠点を置き、その地域の特性を生かした国際協力を展開しています。その拠点の一つ、 JICA 東北。東北地域と途上国をつなぐ東北ならではの国際協力とはどのようなものなのか、活動の現場から紹介します。人口100万人を有する東北地方最大の都市、仙台市。森の都とも呼ばれる仙台市は、東北地方における経済と行政の中枢都市です。その仙台市にある JICA 東北は、東北地域の6県を管轄しています。そして各県にもデスクを設置して、国際協力推進員と一体となって NGO、企業、大学、そして自治体などの協力のもとに幅広い国際協力を行っています。 JICA 東北の役割は、解決、育てる、伝える、この3つの柱を掲げています。山形県鶴岡市にある山形大学農学部です。ここでは JICA の研修事業で開発途上国からやってきた4人の研修員が、稲作を中心とした農業の研究を行っています。研修事業とは、途上国から行政官や技術者を招いて、東北が今までに蓄積してきた技術を移転し、途上国の課題を解決できる人材育成を行うものです。はい、ガーナから来たアニミビーさんです。この山形大学に来て1年、日本の学生たちと農業技術だけでなく日本の文化も学びながら研修を続けています。When I finally go back home with the knowledge I've gotten from the training, I will help teach the farmers, because I work with farmers and assist them to improve their rice production, which will eventually assist food security in the country. 農業を中心としてさまざまな分野の研修員がこの東北の地を訪れています。2010年にはおよそ30人の農業技術者が鶴岡市のある庄内地域で稲作技術を学ぶ予定です。そして多くの知識と技術を身につけて自国に戻ってからの活動に役立てるために、彼らの研修は続けられます。福島県喜多方市にある慶徳小学校です。ここでは若い研修員たちが地元の小学生たちとの交流会に参加していました。彼らはすべて青年研修事業によって日本に招かれた研修員たちです。青年研修事業とは、開発途上国から
将来の国づくりを担う青年たちを日本に招き、専門分野の知識や技術向上と同時に日本の文化や歴史を理解することにも重点を置いています。中央アジアとコーカサス地域から来た彼らは、専門の観光分野を中心にホテルや実際の観光地を訪れて研修を行いました。解決のための支援は研修のみではありません。仙台市にある八木山動物公園に勤務する田中千尋さん、彼女はアフリカ大陸の東に位置するマダガスカルの国立チンバザザ動植物公園に対する環境教育のプロジェクトに携わっています。このプロジェクトは八木山動物公園と宮城教育大学が共同で行う JICA の草の根技術協力事業です。これは地方自治体や NGO、 大学などが提案した途上国への協力活動を JICA が支援し、共同で実施する事業です。プロジェクトではこれまでにマダガスカルの研修員を受け入れ、飼育や教育技術の研修を行い、さらにマダガスカルへ専門家の派遣も行っています。八木山動物公園で働きながら、チンバザザ動植物公園の支援を続ける田中さん。それはマダガスカルの自然を守り、人々の暮らしを支えることになるのです。同じくプロジェクトに関わる宮城教育大学の斉藤千恵美教授です。何度もマダガスカルを訪れた教授はプロジェクトの今後について語ってくれました。ちょっと教材作って終わりとか、ちょっと研修して終わりっていうのではなくて、長期的に地域の人たちの生活向上につながるような、持続的な生活ができるような教育に貢献していけるといいなという、教育大学なのでそういうふうに思うんですけども。斉藤教授は今後もマダガスカルと日本を往復してプロジェクトを続けていきたいと思っています。 JICA は自らの知識や経験を生かし、開発途上国の発展に貢献したいと思う人々を青年海外協力隊をはじめとするボランティアとして派遣しています。 JICA 東北ではこうしたボランティアの募集広報や説明会を行っています。これも解決のための重要な支援の一つなのです。秋田県秋田市にあるとある会場では、学生団体が主催するユースフォーラムが開催されていました。さまざまな地域の学生たちが活発に交流することによって、東北の国際協力が盛んになることが目的です。このように JICA 東北は、地球上のさまざまな出来事に関心を示す若い世代を支援しています。この日集まった学生たちは、これからの活動について真剣に議論しました。将来この参加者の中から国際協力の最前線に立つ人材がきっと現れるはずです。さらに育てるための支援として、開発途上国の現状と日本とのつながりを紹介するために、学校などで出前講座を行ったり、中高生のエッセイコンテストを開催しています。さらに教員が途上国を視察し、その成果を教育の現場で役立てるための教師海外研修も行っています。JICA 東北にある JICA プラザ。ここでは途上国の国際協力に関する資料や映像を自由に閲覧できるようにしています。またイベント情報や開発途上国の現状などを掲載している JICA プラザニュースも発行しています。
さらに人々に途上国を身近なものに感じてもらうために、国際協力に関するさまざまなテーマのセミナーやイベントなどを開催しています。このように東北地方の国際協力の窓口として情報提供と発信、伝えるための活動拠点が JICA 東北なのです。今この東北地域でも地球規模の問題に無関心でいるわけにはいかなくなっています。私たちの身近な問題から開発途上国とのつながりを知ることは国際協力の第一歩になるはずです。JICA 東北は開発途上国の問題を身近に感じ、改善するための行動が誰でも実践できる社会を目指しています。そして一人でも多くの人々が国際協力に参加することを願って、これからも活動を続けていきます。